はい、こちら可愛いものです。リアルご真相をぶちかます。はい、それではですね、DVD の紹介です。ね、さっといきます。さまざまな DVD 出ております。ゴシング講座、それから危機管理術講座、ね、それからスーパーヌンチャク講座ですね。そして最新刊といたしまして、特殊警棒講座、販売中です。ね、よろしくお願いいたします。ぜひご購入ください。はい。ですね、今日はですね、まあコメントでもね、いただいたんですが、KSP の白石さんの方から、ちょっとね、コメントをいただきました。ですね、ちょっとね、私ちょっと勘違いしていたところがありましたので、それについてね、まあ謝罪と皆様にお知らせしたいと思います。たびたびですね、動画の方でですね、KSP の白石さんの方ですね、TMM 社の幹部というのを私ちょっと、完全に勘違いしておりました、ね。まずは謝罪したいと思います。誠に申し訳ございませんでした。今現在ですね、まあ、この日本には日本護身用品協会というものがあります。でそちらの方にこの SSR セルフディフェンスもですね、加入しておりまして、基本的に TMM 社の護身具の代理店としてですね、やらせていただいております。まあ、その中にですね、理事の方々いらっしゃいます。ね、KSP の白石さんもその中に入っておりますね。で、TMM 社の寺田社長が、主導となって、日本護身用品協会の方ですね、まあ、運営されているということですよね。はい、ですので、まあ、KSP さんは全く独立した形でやってみえるということですね。そちらの方ですね、修正したいと思います。誠に申し訳ございませんでした。はい、ということですね、ですね、今日は、それとですね、まず護身具というものをですね、またちょっと再度ね、見直したいと思います。なぜね、なぜ私がそのね、催涙スプレーというものがいいのかということを何度も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 言うのかということなんですが、やっぱりなくてはならないものではないかなと思います。特にそういったね、危険なシーンに出くわした際ですよね。やっぱりね、その自分の体力だとか格闘技技術、ね、それから武道技術っていうものをね、やっぱりこう、相手のこの襲撃者のと自分とのね、その体力の差を埋めようと思った時に、やっぱりどんだけやっても叶わないことってあるんですよね。なので、もちろん相手がね、凶器を持って、体力だけじゃなくて凶器を持ってきたりだとか、そういったあらゆるシーン、まあ、特に日本の場合は刃物になるんですが、そういった時にやっぱり素手で対応するっていうのはもう危険だという、まあ、これはね、何度も何度も私、動画の中で言ってますが、動画だとかブログですね、それからホームページでも言ってるんですが、やっぱりこの催涙スプレーというものを有効活用して、ね、日本は特にこれが使えるわけですからね。で、やっぱり使って、ね、そういった襲撃者、暴漢と自身との力の差というものを埋めなきゃいけないと思うんですよね。でもこれはもう何度も何度も私、検証もしてきましたから、もう皆さん分かって見えると思います。ね、ただね、やっぱり中にはどうしてもね、この催涙スプレーっていうものを認めたがらない、もちろんこれ催涙スプレーだけに限らずスタンガンでもそうなんですが、こういったものの存在っていうものを認めたがらない方って見えますよね。かたくなに認めたくないっていう人で、私以前も職務質問のことだとか身体捜索、まあ、あと法的なことだとか、ね、刑案罪法違反もそうですけど、法的なこともいろいろとこう話してきましたよね。あと警察官の方がこう言って見えますよって、半分の、ね、警察官の方がこう言って見えるっていう、こう、まあ、どちらかというと、どちらかというと肯定的な感じの意見を出していると、警察官の方たちっていうのも紹介しましたよね。なので催涙スプレー自体を否定するっていうのはもうおかしいんですよね、絶対的に。かたくなにね、もう嫌っちゃう人いますけどね、もう明らかに使えるという事実
効果的であるという事実がもう歴然とあるので、それはもう一般の方でも、もう固くなにそういうのをね使えないとかって言うんじゃなくて、認めなきゃいけない時代になってしまったということですよね。はい。で、実際にもうね、いろいろなサイトを見ても、あとアマゾンですかね、アマゾンでも販売しているのは、まあね、もちろんバッタものもいっぱいありますけども、やっぱり購入されてる方って多いんですよね、普通に、ね。でもそれに対して規制も入ってないですし、アマゾン自体ね、もうダメですよって、サイレンスプレイはダメですよって規制入ってないですよね。もうそのままなっちゃってる状態ですよね、完全に出ちゃってる状態。だからそのルール上も問題ないっていうことですよね、あの感じからすると。もうね、護身具というものが広まってきているという証拠ですよね。でも固くなに信じないのは、固くなに、認めたくない、固くなに認めないっていうのは、一般の人間だけじゃなくて、師範レベル、護身術の師範レベルの中にも実は稀にいるんですよね。これちょっと信じられない話なんですけど、もちろんおそらくですよ、おそらく日本国内もそうですし、海外の師範もそうだと思うんですが、ね、催涙スプレーを認めないっていう人が中にはいます、ですので、まあ、私のスタンスとしては、もう絶対に催涙スプレーっていうものは認めなきゃいけないと思います。ほとんどの、ね、護身術の師範がおそらく認めてると思いますけども、催涙スプレーというものは絶対的に使えますよっていうことですよね。だからこれはもう護身術師範の方たちも正していってもらいたいと思います。絶対に使えますよっていうふうに正していってください。確実に。いいですか？認めてください。もう認めないんじゃなくて認めるっていうことです。いいですか？でないと、こういったね、強力な防寒から身を守るっていうことは不可能になってきます。もちろん対複数も含めて。それから対狂気も含めて。いいですね。はい。という注意喚起というか、警告です。これはもう師範の方たち、特に催涙スプレーは使えるっていうことですね。はい、覚えておいてください。 ね、もう某掲示板のアンチのもね、完全に私の意見をもう完全に飲み込んでしまってね、以前はもう防護だってダメだ、催涙スプレーだとダメだ、いつ使うんだとかってね言ってましたけども、完全に認める形になっちゃいましたよね。なのでもうもちろん、もうそういったもうアンチもそうですし、一般の方たちもそうですし、あともね、警察系も長野県警がね、催涙スプレー取り入れたという話もしましたし、ね、警察機関の中にも催涙スプレーを、実は配っているという話もね、聞いたことありますし、それから あとは鉄道機関ですかね、鉄道機関もですね、そういった交通機関、公共交通機関の、ね、鉄道だとか、そういった組織もですね、完全に催涙スプレーを装備するようになったっていうことですよね。もう認めちゃったと。完全に日本のこの社会、まあ、海外は別、まあ、海外はね、まあ、国によっては違うところがあるかもしれないですけども、日本全体がもう認めているよということですね。はい。もちろんね、法的な部分は考慮していただきたいと思うんですが、そういうことです。はい。ですから、もう催涙スプレーはね、正当な理由の範囲で、携帯するということは重要だと思います。はい、以上ですね、リアル護身術をぶちかます。